アコマック軍はアメリカ合衆国バージニア州の東端に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は33,164人であり、2000年の38,305人から13.4%減少した。軍庁所在地はアコマック町であり、同軍で人口最大の町はシンコティーグ町である。 デルマーバ半島の先端近くに位置し、アコマック軍とノーサンプトン軍はバージニア州東海岸を構成している。1603年、イングランド時に遠征隊がこの地域に上陸した。これはジェームズタウン植民地が作られる4年前のことだった。ジョン・スミス船長が1608年に再度ここを訪れた。現住民族のアッコーマック族は人口2000人ほどがおり、 大酋長デビデアボンが地域を支配していた。デビデアボンはイングランド人の忠実な同盟者となり、その領土を削ってでもいくつか大きな土地を開拓者に与えた。1634年、バージニア植民地当初の八シャイアの一つとしてアコマックシャイアが設立された。この名前はインディアンのアコマックから来ており、反対側にという意味だった。1642年、 イギリス本国が新世界における未開人の名前を排除する目的で名称をノーサンプトンに変えた。1663年、ノーサンプトンは2つに分割された。北側が昔のアコマックの名称を取り、南側ノーサンプトンとなった。1940年、衆議会が公式名称の綴りの最後にキロを付け加え、現在の綴りになった。新しい綴りの アコマック軍という名称は1943年のアメリカ地名委員会決定事項に初めて表示された。1634年、アメリカ合衆国で最初の保安官であるウィリアム・ストーンが指名された。1670年、バージニア植民地総督のウィリアム・バークレーがアコマック軍を廃止したが、バージニア州議会が翌1671年に再度設立した。 アコマック軍は、バージニア州の他地域とは異なり、南北戦争中もアメリカ連合国の支配下に入らず、アメリカ合衆国軍によって保持された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1310平方マイルであり、このうち陸地455平方マイル、水域は855平方マイルで、水域率は65.25%である。 軍内グリーンバックビルがメリーランド州との宗教であり、そこからデラウェア州までも36マイルしか離れていない。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。アコマック軍と隣接するノーサンプトン軍は州内で最貧クラスの軍である。アコマック軍の公共教育はアコマック軍公共教育学区が管轄している。 アコマック軍は6つのテレビ局に免許を与えている。テレビ塔は2つあり、一つはアメリカ国道13号線近く未編入の町、マップスビルにあり、4つのねがオナンコックで免許を得ている。もう一つはバージニア州道178号線近くにあり、未編入の町クラドックビルで免許を得た2局が使っている。それぞれのテレビ塔は、 ハンプトンローズ地域からの放送を中継して全国ネットの番組を放送している。ありがとうございます。